皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。そしてアナヒコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、はい、今日は何をやるのかな。今日はこちら、マビーという魔法の電池を使っておもちゃを動かしちゃいます。マビー？そう、マビー。いや、あんま発音上手くないけどねこれはどんな風に遊べるの？これはね、魔法のようにコントロールができたりとかするんだよね。コントロール？そう。全然よくわかんない。真っ赤なお花のこの声はカーネルサンダースだ。違うわ、アナジローサンタが来たんだよ。アナジローお兄さん。どうもミキ先生。そうだね、お久しぶりです。お久しぶりです。今ねこれやるってことで ね、うん、電車のおもちゃの方持ってきました。そっか、すごく圧縮して持ってきたからねこれね。ちょうどねこの電池で遊ぶおもちゃが欲しかったのよ。あ、本当に？そう、すごいね、よくわかったね。うん、なんとなくわかった。シンパシーを感じたからさ。シンパシー、なんか使い方間違ってると思うけどまあとりあえずお兄ちゃんありがとう。はい、ありがとう。よかった、じゃあこれとね、はい、マービーで今日遊んでみましょう、はい、それではレッツサイエンス。とは言ったものの先生、はい、魔法の電池なんか先生扱えるの？そう言われると思ったから、うんうん、今日は IT に詳しい方をお呼びしました。この方です。どうぞ。私のお友達の IT 系 OL 渡辺咲ちゃんです。お願いします。はじめまして。ようこそ。ね、久しぶり。一緒にマビーを使ってプログラムを組んでいきたいなと思っています。やりましょう、ね、ぜひ。それで多分ちゃんとできるから、はい、そうだ ね、絶対動きます、うん、ね。じゃあそれじゃあ頑張りましょう。咲先生、じゃあマビーについて詳しく説明してもらっていいかな、うん、はい。このマビーを使ってプログラミングをすると、なんと自分で組んだプログラムの通りに電車を動かすことができるんです。これだけで、ね、すごいよね。まずは電車のいつも電池を入れるところを入れるところ開けてもらってもいいですか、はい、で開けるといつもだとここに普通の電池を入れれば、うん、ただただスイッチを入れれば動く、うん、でも今回はこっちのマビー、これを入れるんですね。はい、はい、お願いします。ブルーのレバーをオンしてもらってもいいですか、はい、レバーをオンします。お、赤いランプが、これが光ってる。はい、これでマビーは動くことができます。へー、あ、じゃあこれでスイッチ入れて赤くなったらこれでもう繋がるっていうことですか、うん、一回じゃあやってみようよ。やってみよう、やってみたい。マビーを使ってプログラムを動かしてみましょう、はい、3秒動かし、2秒止まり、3秒をもう一回動かして止まるというプログラムを組みたいと思います。マビースクラッチで動くからとっても簡単に組めちゃいます。いきます。すげえ。あ、止まった。マジで止まった。止まった。はい、また動いた。動いた。あ、すごいすごいすごい。すごかった。でもこれやりたい、私は。やりたい。ね、じゃあ実際に組んで、路線を組んで、うん、やってみようか。ね、イエーイ、やっちゃうぜ。いいですか、はい、3ヶ月もかかったんですか。いや、かかりましたよ。みんな目が泳いでるけどさこれはどういう作りなんですか。これはね、ある駅の路線を再現しました。ある駅、何駅かわかる。お兄ちゃんどう。高崎線でしょ、栃木の線でしょ。多分もう違ってるね一発目から歩み出し間違ってたね間違ってたね。違うんです。先生これは、これは浜地駅、そして向こう側、はいはいはい、
こっちが品川駅。品川駅。そして実はこの真ん中にある駅が気になる。何これ。これ実は2020年に完成を予定している品川の新駅。なるほど、そこまで再現して作られたんですね。ちゃんとこれね、本当に何線っていうのも全部再現してるから、こういう風になるんじゃないかっていうので、それで大変だったんだから。だから3ヶ月もかかったのか。そうなんだ。先生、ここは何なの。これは横須賀線。はいはいはい。地下に入っていくのね。はいはいはい。それをここで再現しました。あ、ディテールまですごい。すごいね。こだわってるからドヤ顔がすごいね。で、これを今から実際に走らせてみたいと思いますが、はい、何がすごいって、はい、そのナビを使うと、はい、ここに今プログラムが組んであります。はい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 。これを押すと一斉に全部パーンと。でもちょっとこのね、はい、東海道線、JR東海道線だけ、はい、ちょっと対応してくれる。私たちで、じゃあ僕らの指導でいきましょう。こいつは行って東海道線はね、はい、そうかなと思います。じゃあこのボタンを押すのと同時に私たちがスイッチを押す。はい、 OK。 じゃあ早速見てもらいましょうか。はい、じゃあ走り出すかな。じゃあ準備しようか。はい、はい、じゃあ行きます。はい、スタンバイお願いします。はい、よしよし。皆さん準備の方はいかがでしょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。 OK です。じゃあそれでは3、2、1でスタートしましょうか。はい、では行きます。一斉に走り出すのか。はい、せーの、3、2、1、スタート。品川の新駅で停車しましたね。すごい。これは今。さすが。ちょっと待って。後から来たんだけど。後から。これ。お兄ちゃん、ハンドパワーつかなくていい。バレた。バレた。ちゃんと地下に落ちていた。あたね。すごい。すごい。ちゃんと動いたね。ちゃんと一斉に動きましたね。素晴らしかったと思います。みんな、はい、実際やってみてどうだった。おー、楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった。めちゃめちゃ楽しい。楽しかった。盛り上がって、うん、弟よ、はい、ありがとう。いや、なになに、まあ、ね、よかったね、楽しかった。これだから家でやろうよ、一緒に。はい、ぜひぜひ。ね、お願いします。そうだね、うん、そう、一緒に遊ぶことも楽しいかもしれない。そう、簡単だしね、すぐ動かせる、ね、うん、本当に自分でプログラムした通りに動くから、うん、それがすごく面白かったね。楽しかった、ね、それでは皆さんもマビーで遊んでみてください。はい、それではメリークリスマス。メリークリスマス。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。